賞金総額100万円おはころチューバー第2期生オーディションスタート。皆さんこんにちは、こんばんは、どうもこのクリーバーのカー君です。そしてバスタブルのオリコードペイブレイ、今回覗くパターンでございます。新パターン、このパターン誰が求めてるの確かにはい、今日は何でしょう。今日はちょっと噂に聞いたんですけど、はい、なんですかね、なんかバクテンベイがまたバースト版として蘇ったって話を聞いたんですよ。しかもなんかそのベイ、なんか数々の伝説を作ってきたベイと聞いてまして、はいはい、そうなんですよね、ちょっと見せてもらいたいなと思ってるんですよね。これマジでバクテンユーザー歓喜なんじゃないかなっていう、はい、何かな、それがこれだー、ガイアドラグーンが、ガイアドラグーン復活しましたよ。大地が使っていたこのバースト版ですか、これが。これね、バースト版です。はい、見たい。しっかりバーストしますよ。おお、はい、ガイアドラグーンといえばこのレイヤーのくるくる回るところが2枚刃が多分特徴的だったと思うんですけど、そうね、ちゃんと再現されてるじゃないですか。ちゃんと皆さん分かりますかね。すげえ再現されてますよ。すごっ。やっぱ復活なんで、はい、まあ、全部ね忠実にしなきゃいけないだろうと、いうことで、まあ、しっかりねレイヤーも復活させましたし、さらに今回から中央がちょっとメタル、はい、本当だ、チップ部分がメタルになってて、まあ、あのやっぱペガシスとかね、はい、あのメタルファイトも入ってきたんで、うん、まあ、バクテンもねちょっと一部メタル化してより強く強くしていこうというところで、今回から中央がメタル化されております。はい、っていうレイヤーと、ガイアドラグンといえば、うん、ブレードベースに4つのこれ弾が、あ、メタルボール、メタルボールが入っていて、それで遠心力を高めてね、はい、なんですが、今回このために作りました、はい、お、新規、新規でアラウンドディスク、いいっすね、アラウンドディスクって言うんだけど、はい、これはまさにもうガイアドラグンと一緒で 4つの弾があって、しかもこれねフリー回転するので、まあ、このアラウンドディスクの機能としては遠心力強化と、はいはいはい、あとは設置してもつるっとなるとなるので、あのブレーキをねかからずに済むというようなパーツになっていると。なので、まあ、持久とかにも適しているような、ディスクがついていて、さらに、さらに、まあ、アタックだったんで、はい、このハンターダッシュね、もともとあったハンターダッシュがちょうどね、はい、ガイアドラグにぴったりだったんで、これをつけました。さらにこのラバーの色もね、ちゃんと昔のものと一緒の色を使ってるので、再現してるんですね。それを組み合わせるともう完璧に、もうガイアドラグーンのね復活、そして進化ですね。裏を見ても玉があって、この色も含めて、まあ、かなり完成度が高いすげーものになってます。復刻しましたね、はい、いうものになってますよ。ここで、はい、強いの方、はい、来ました、はい、来ました。気になりますからね。そうね、どういう動きするのかと含めて、本当に強いのかなって気になるんで、ね、ちょっとカー君、バクテン時代大好きだったベイウルボーグで対戦させて、本当に強いのかっていうのを見ていきたいと思いまして、はい、それじゃあ対戦スタート。それでは一発勝負でいきましょう。はい、行きましょう。いぞ、3、2、1、ガオッシュ、いけウルボーグ、ダイヤいけ、チェアリングで持久でいくよ。あー、ブレー、やられたー、ファーストフィニッシュ。うわー、ガイアドラグーンの2枚刃で、2枚刃のブレードできましたよ。グザグザってやられましたね。完全にウルボーグバラバラになっちゃいましたよ。いや、しかも重みもあるし、やっぱこれ強いね。いやー、強いっすね。強いね。このガイアドラグーンどうしたら手に入れられるんでしたっけ。これは7月20日発売のランダムブースターの中の、まあ、レア枠として入ってますんで。レア枠なんですね、はい、そうね。じゃあぜひ当ててほしいですね。ぜひ当ててください。それじゃあみんなバイバーイ。みんなチャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらになります。コロ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 